Nice. Wow. Brilliant. Well done. That's really good, isn't it, that one? Good job.我が家の定番ガパオライス。
美味しいんだよ、本当に。ここはずっとエッセイで。これね、これを取るのがとっても大変だった。ちょっと再現してから。じゃん。この写真を撮るのがいかに大変だったかっていうのをちょっと見せたい。ちょっと待ってね。右利きなんでこうなんです。こうやってカシャカシャって撮るんだけど、ね、これ右手でね、このスープをトロトロトロってかけてるから、左手で撮らなくちゃいけなくて、この小指でねボタンをこう半押しにしてピント合わせながら、こうやってやってカチャッカチャッってやりました。一人で料理を作って一人でカメラマンもやるっていう大変さ、まあそれだけなんですけど、ちょっと言いたかった。はい、以上です。あとはね、このローストビーフ美味しかったよ。美味しかったよっていうか美味しいよ。でも言ったね、今ね、がほら、ビーンズパスタ。このビーンズパスタはね、キャンプでね作るんです。そのキャンプに持ってくのにとても便利な使い方とか書いてあります。お米の炊き方、ラーメン、つけ麺、お礼イケメン。そう、料理のエッセイだと便利な、あると便利な食材とか、鉄のフライパンとステンレスのフライパンを使ってるんですけど、鉄とステンレスをどういうふうに使い分けてるとか、どういう理由でとか、そういうことも書いてます。あとはね、YouTube を見てる人なら記憶にある、このローゼのなんかちょっと懐かしい感じだったり、ボロネーゼソース、ボロネーゼソースだ。あとはね、この本はローゼのために、ローゼのために書いたんですけど、それプラス YouTube を見てくださっている方が、コメントを読んでると、とても若い人から、私よりも年配の世代の方から、本当に幅広い人が見てくれていて、癒しを求めて来てくださってるんだなって、そういうふうに感じました。で、もちろんロースに書いたけれど、今生きづらい人とか、まあ、ローゼの世代が、ローゼが大きくなった時にも、もしかしたら世の中が大変かもしれない、そうだとした時に、どうやって気持ちを楽に、人生を楽しみながら生きていけるかっていうのを知ってほしいなと思って、なんかこう完璧でなくてはいけないみたいな風に育ってきて、なんだろうね、なんか未来に希望だとか、なんか挫折というか、なんかそういう風な気持ちに私も若い頃なってた
から、うん、でも今日本から出てこうそうじゃなくてもいいんだ、もっと楽に生きていいんだよっていうのをなんか伝えたかったんです、うん、いろんな夢や希望とかはこう諦めなくてもいいし、いくつになってもいい、きっと叶えられるから忘れなければ、諦めなければ。だからもう同じ時間を過ごすならもっと楽しく、人生一回きりだから。自分の心が決めることだと思うんです。どんなにその時辛くても楽しいなと思うことに目を向けて、そうやって毎日を生きていけばそっちの方向に行けると思うんです。うまく言えないけど、うまく言えないけど上手に書きました私口下手だからね、あんまり上手には言えないんですけど、常々日々こうやって生きていくんだっていうふうに思ってることを書きました。そう、いつも頑張らなくていいとか、もっと楽に生きようよっていうこと、喧嘩の勧め、旦那さんとの喧嘩の勧めとかね、恋愛のこととか書いてます。これはローゼがそんな時が来た時に見てくれたらいいなと思って。生き方は一つじゃないから、いろんな生き方があるから決めなくていい。これがダメならこっち、これがダメならこっちでいいと思うんです、うん、あとは年齢で諦めない。年齢で諦めちゃダメ、ダメですよ。いくつになっても楽しむ、人生楽しまなくちゃね。コーヒーマシンも言ってます、はい、そんなようなことをつらつらと書いてます。今12歳になったばっかりだから、まあ、16歳ぐらいかな、恋愛とかでこうねえ涙したりする時があると思うので、そんな時に見てくれたらいいな誰かに愛されてるっていうこと。そうだ、愛されてたんだって思い出してほしいんです。そんなようなことです。この本はハッピーに生きてほしいんですよ、子供には。オニババアのお母さんですけど、本心はそうなんです。どんな人にも。ではまた。わかる？ではまた。Little Zen, you are the one to show us how. You give us joy, joy.